ではキングダムハーツの実況を始めていきたいと思います。今回からキングダムハーツ2ファイナルミックスの実況をお届けしたいなと思います。前回でね、キングダムハーツのリーチエイブメモリーズをシアターモードでストーリーを追いかけていくような感じでお送りしました。でね、なんかこの 1.5、2.5 リミックスのなんか順番的にさ、こうファイナルミックスやって1やってチエイブメモリーズやった後、なんかこれ順番的にはこれなんだっけ、358 days over 2だよね。これなんか元は DS のゲームっていう風に聞いてるんですけど、多分上からやっていくと次はこの Days になるんですけど、多分順番的にはチェーンブメモリーズやってから2やって、で2が終わったら Days やって、で Days が終わったらバースバイスリープやってリコーデッドやって、2.8 に続きますよみたいな、そんな感じのね順番にしていこうかなと思いますので、今回はキングダムハーツ2ファイナルミックスをお届けしたいなと思います。お届けを2回言ってしまったよ。ということで、いやー久しぶりだわ。2まではね、やったことありますので、それ以降はまあもう本当に初見なので、まずはでもとりあえず2をやっていきたいなと思いますよ。いやもうでも忘れてるからさ、全然忘れてるので、もうほぼ初見プレイみたいな感じでね、お届けできればいいんじゃないかなと思います。この始まり方がよー、おー来たー、かっちょいい。シーソルトアイス食ってるわ。これもさ、あれでしょ、なんだっけ、ディズニーシーかなんかでさ、一回なんかコラボでさ、一回本当に売られたんだよね、シーソルトアイス。本当になんか塩味の青いアイスみたいなさ。俺食べたことないんだよ、シーソルトアイス食べたかったわ。もう売ってないんだもん、多分ね。ということで、じゃあ、クリティカルモード、アクションの腕が試される上級者向けのもの、へー。ということで、じゃあ、スタンダードモードでね、普通にやっていこうかなと思いますよ。ディズニーインタラクティブスタジオス、もうこの始まり方やもういいよね。キングダムハーツのこのさ金ピカですごいかっこいい 3D のフォントめっちゃいいよね。すごい。遠い思い出のようなちぎれた夢、ちぎれた夢のような遠い思い出、つなぎ合わせたいんだ、一緒に。あはー、ということで宇多田ヒカルさんのキングダムハーツ2のテーマソングがね、なんて曲だったっけ、タイトル名すみませんちょっと忘れちゃったんですけど、そうそう、I'm already rush every now みたいなやつ。全然言えてねえわ。全然言えてねえけど。これがね、今、現在流れております。ちょっと、動画上ではね、権利的にちょっと流せないので、ミュートでお送りしておりますが、思い出せんば、そう。懐かしいな、おい。もう、キングダムハーツ好きにはね、もう、脳内できっと流れていることでしょうけれども。いやさ、俺これ、チームメモリーズでも思ったんだけど、こうすいません、なんか、決して上から目線っていうわけじゃないんですけど、この、空の中の人のさ、イリノさんだったっけ？声優の方がさ、ものすごい上手になってるよね。もうそこがすごい、なんかまず俺思っちゃって、単純に1から2になるにあたって空も成長するし、それに合わせて声優の方たちも成長するから、なんか本当になんか一緒に成長しているような、ハリーポッターの吹き替え版みたいな感じの。本当にハリーポッターがシリーズを追うごとに吹き替えの人も声変わりしていって、みたいな、なんかそんな感じでね。そんな感じの気分になってしまうよ。帰りも陸も空もね、もう、空はもちろん、陸も海里もね、1から2になるにあたって成長していったと思うので、大人になっていたと思うので。それにあたってやっぱりね、すごいバトルがスタイリッシュになっていた覚えがあったんですよ。だからめっちゃ楽しみだわ。あ、ほら大人になったよ。あ、ほらほら海里がもういつの間にか大人になってるわ。めちゃめちゃ可愛くなってるわ。で、今、絵描いてるこの少女がナミネですね。チェインオブメモリーズで出たナミネ。
一応チームメモリーズのストーリーをね、追いかけていく動画っていうのは、投稿しているんですけれども、そう、このあ、これチームメモリーズ振り返ってるじゃん、マールじゃ超かっこよくなってるわ、めちゃめちゃイケメンやん。この忘却の城っていうところに空と陸が迷い込んで、空はナミネの能力でね、カイリたちのことを、まあ、主にカイリのことを忘れてしまっていたんですけれども、まあでもナミネを救って、記憶を取り戻すには、ちょっと空をこのね、なんかこの装置みたいなやつで、まあ何年か、眠りにつかせないと記憶は戻らないということで眠りについたっていうところがチームメモリーズのストーリーですね、これ。なのでチームメモリーズをやらなかったらなんですら寝とるんっていうところから始まるので困惑しちゃうよね。まあでも今こうやってキングダムハーツ HD1.5、2.5 っていうのが出てるから、一応ねストーリー流れで終えるようになってるので、そこは確かに親切だなと思いますけど、ということで来ましたね。この演出がいいよね。空の裏側からこの新キャラが出てくるっていう、これがね。それは確かに困惑するわな。このちょこちょこ出てるこの海岸はさ、これ光の世界でも闇の世界でもないってことだよね。あ、出た。彼に会ってきた。彼に会ってきた。彼は君によく似ている。よく似ている。うん、これシークレットムービーだな、前作。いや、これが本来の姿か。そんなものに意味はない。君はどうだ、本当の名前を覚えているのか。俺の本当の名前は空。ここで空って続けて流れるのがもう、これすごいね、演出。オープニングすげえな、めっちゃ凝って考えられてるよね。これワンだもんね。うわあ、なになに、俺これエンコードミスってないですよ。どうした空、もう終わりか。他に世界があるのならどうして俺たちはここでなくちゃダメだったんだろう。これあれだね、多分チームメモリーズで失った記憶が多分戻ってきてるよっていう、そういう演出なんじゃないかなと思うわ。一回空全部忘れてしまったんだけど、今空眠り続けて記憶を修復していますよっていう様子を表してるから、なんかこんな感じでエンコードミスった感じになってるんじゃないかなと思うんだよ。俺がエンコミスってるわけじゃないからね、これ。俺のアビー UTL はちゃんと今エンコードして仕事してくれているはずだ。ということで来たね。またあいつの夢だ。いやー、このトワイライトタウンがねー、めっちゃいいよなー。 TT トワイライトタウン、もう TT 兄弟よ、もうトワイライトタウン。デレレーレーレー、これがいいね、この曲がいいんだよなー。デレレー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 、これ最初操る操作キャラがさ、空じゃないっていうところがいいよね。ああ、許せないだろ。うん、腹が立ってきた。サイファーやりすぎだよね。サイファー、街でいろんなものが盗まれてるのは事実だし、
サイファーとは長い因縁があるから、俺たちを犯人だと思うのも先歩譲って許してやってもいい。でもとにかく許せないのはあいつら俺たちが犯人だってあちこちで言いふらしてるってことだ。おかげで世間様から泥棒扱い。こんな腹立つことあるか。ない、俺はないね。かつてない。さてどうしてくれようか。そう、この仲良し3人組みたいなのがね、この主人公と一緒にいるんですよね。だからみんな4人はいつも一緒に行動していたみたいな感じなんですけど、犯人を探そう。俺たちの無実を証明するんだ。それ面白そうだね。サイファーはどうするんだ。それより俺たちの信用回復だ。真犯人を見つければ誰もごちゃごちゃ言えないだろう。大変だ。ないよ、僕たちのがなくなってる。あれ、俺たちのが、これ何が言えない。でも僕が言ってることはわかるよね。がなんだかわかってるよね。盗まれた俺たちのだけじゃないって言葉も盗まれたんだ。どんな泥棒だよ。これは確かにサイファーどころじゃないな。だろ。よし、まずは聞き込みだ。あれ、心が帰ってくる。目覚めはもうすぐだな。ロクサス、行こう。心が帰ってくる。もうすごい低音、ナイスイケメンボイスで来ましたけど、もう心っていうのはもう誰の何の心なのかっていうのはね、もうなんとなく察することができますけれども、左スティックを倒すとロクサスが走る。少し傾けると歩きます。バツでジャンプできますと。正面の防具屋に近づいてみましょう。何をすればいいのか分からなかったらオプションボタンを押すと目的を確認できますと。ああなるほどね、ロクサスですよ。空じゃないんだよ。まずはもちろん後で空もね愛することできますが、最初ね空じゃないロクサスを愛する、もうなんか新シリーズを思い起こさせるっていうのいいよねこれ。ジャンプ中の建物ひねりに触れるとぶら下がって登ることができる。うまく使えば意外な場所に行けるかもしれませんねと。じゃあ早速操作開始。よーロクサス、君があんなことするとはな。泥棒のことなら俺たちじゃないよ。ということで泥棒を探しましょう。サイファーとかそういう言ってる場合じゃないよって言ってますけど、まあもうキングダムハーツファンといえばサイファーと言われればもうあいつでしょってなっちゃうわ。別にキングダムハーツじゃなくてもサイファーって聞いたら俺もあのギニャーしか出てこないんだけどね。骨のあるやつリストしか出てこないんですけれども。俺はあんなもの盗むのは君たちぐらいだろ。何を盗まれたんだ。知ってるくせに俺は言いたくないね。アクセサリー屋に聞いてみろよ。早く、まあ早く俺サイファーに会いたいっていうのもあったな。これ2やってる時に早くレベル100にしてオーラを100個ドローしてーわって思ってたわ。ロクサス話を聞いてこいよ。リアクションコマンドをするとその時の状況に合わせ特別なアクションをする。ということで、これがまずスタイリッシュよね。何でもこう話すでも何でも今もとにかくもう三角ボタンを押せば何かしらのこうアクションを起こすっていうのがキングダムハーツ2から始まったこと で、それがあの1のね HD リマスターでもあの逆輸入されたみたいな感じだったんだよ。リアクションコマンドは様々な状況であられどれもプレイヤーにとって有利なものばかりです。どんどん実行してみましょう。お気に入りの少年だったのに、あら、ちょっとエッチ。俺は泥棒じゃない。もうはっきりさせてよ。疑われたままなのは嫌だよ。じゃあなんとかして疑惑を晴らすことね。駄菓子屋のおばさんもがっかりしてるわよ。ロクサたちがやってないのに、なんかもうやったと。泥棒扱いされているから、それの疑惑を晴らしに行くっていうストーリーってことか、今ね。うおー来た、ビビと風神大臣。許せんもんよ。なんだと。
頭の悪い会話だぜ。なんだと？俺たちのお返してもらおうか。犯人はお前しかいないもんよ。盗まれたのはお前の敗北の決定的証拠だ。どうした？燃やしたか？まあ、がなくなっても過去は変わらないけどな。再現。それはいい。腹を見せて降参すれば見逃してやらないこともない。ロクサス！うおー、来た、この曲よ。このトワイライトタウンのさ、戦闘 BGM めちゃめちゃいいよね。あの通常 BGM でだっけ、レイジーアフタヌーンもいいんですけど、この通常 BGM でなんだっけ、なんかシニスターサンダウンみたいな、なんかそんなタイトル名だったんですけど、これもあれか、そっか、これ1と一緒ですよ。ストラットグルバトルで使う場合は軽くて攻撃しやすそう。攻撃を重視するか、マミを守ることを優先にするか、変わった戦い方をしたいと。これ意味あったっけ、あんま覚えてないな。1の時は結構覚えてたんですけど、2のこの時はまあ別にね、まあ最終的にレベル100にするしみたいな。まあでも1のことを考えれば MP が増えるからの杖の方がいいような気もするんだけど、じゃあたまには別のにするか。守りを重視してみる。リフレクトガードとか惜しかったし、俺昔やった時何選んだんだっけ、なんか同じこういうようなこと言ってるような気がすんな。リフレクトガードが欲しいしよみたいな感じで、まあもう身を守ること優先しちゃうか。手元を守る武器がついてるぜ。ものすごい防御力を手に入れた気がした。まあこれ防御力が上がるだけなのかな、プラス1でね、もしかしたら。持ち方がもう空と一緒なんですよこれ。それ6冊落ち着いて。画面右下にあるのが HP ゲージ。俺にひざまずけ。 HP は攻撃を受けると減り、全てなくなると負けです。この左下のコマンドもいいよねこれ。上で電車が走ってんだよ、トワイライトタウンっぽいよな。画面右下の青いゲージが MP ゲージ。今はまだ使えない不思議な力。 MP ゲージは HP をこうまとわりつくのやめたんだよね。HP ゲージをストーカーすることやめたんだよ MP ゲージが。ただ横まっすぐの棒になったんだな。相手に近づくオレンジのマークをあらゆるその状態で丸を押して攻撃してくる。サイファーに近づいて攻撃してみましょう。そりゃ攻撃はただ、さらに攻撃を続けると強力な連続攻撃に変化する。丸を連打するだけで OK。 ここら辺はワンと一緒だよね。おいおい、そろそろ本気出せよサイファー。このインフォメーションかっこいいよな。もうこんなかっこいいインフォメーションが出るゲームあります？空港かっつーな。国際空港かっつー。あ、ちゃんと弾くのか。もうテック検知なくなったんだよね。テックがなくなっちゃったんだよ。ローマンチックに決めるぜ。お前そんなことやんねえだろ。でちゃんと持ち方がさ、このストラグルバトルのこの武器の持ち方もサイファーガンブレードの持ち方してるんだよね。このサイファーのガンブレードの持ち方はいわゆる一般的なガンブレード使いが持つガンブレードの持ち方で、ギニャースコールが持つガンブレードの持ち方はそんなに一般的じゃないんですよ確かに。サイファーは調子が悪いんだもんよ。大会筆記。大会筆記。ラグナがね、 FF8 のラグナがガンブレード持った時の持ち方をサイファーは真似したっていう、憧れて真似したっていう、そういう設定が FF8 にありますから。さあ、そしてカメラ奪ってく。なんだあいつ、謎の白いうねうねが。なんかもう前衛芸術の舞台見てるような感じだよね。すごいなんか意識高そうな、すごいなんか意識高い舞台はこういう人たちがいっぱいいるようなイメージがある。偏見がすぎる。偏見がすぎる。失礼いたしました。追いかければいいのかな。いや、こっち行けばいいんだ多分。この町外れの森から抜けて屋敷を。これをね、チームメモリーズでもありましたね。待ってる、怖いんですけど。ワークしてるんですけど捕まえる。お迎えに参りました我らが主人。いや、なんかもういいね、キングダムハーツやってるって感じがするわ。俺テンション上がってきたな。
口チャック開いてますよ。謎の敵と戦え、これじゃ勝てねえだろうっていうことなんだよね多分。あ、スライドターン、そうだ、リアクションコマンド、初リアクションコマンドはスライドターンか。初バトルのリアクションコマンドは後ろにくるっと回る、背後を取る、ドラゴンボール的な感じのキョイーンってやつだね。効果音つけるとしたらキョイーンって感じだけど、スイン、探すのかわいいねこれ。探すのかわいいじゃん、スイーンと。攻撃が当たらないのよ。それなんかあれだね、ボッケンでハートレスのピュアブラッドだっけに挑んだ空となんか展開は確かに同じだわ。ダメだ、なんだ、なんだこれ。来たぞキングダムチェーン。謎の敵を倒せ。キーブレードならこの謎の敵に攻撃が通るということよ。で、これかっこいいよな。出し切る前に2発で止めてスライドターンを連発。もうドラゴンボールよ、ドラゴンボール。おらー、敵を倒すプライズを落とし、近づくと手に入る。面白いわ、もう面白いわ。もう面白い。黄色のプライズを拾うとマニーが増え、緑のプライズを拾うと HP が回復すると。もう面白いわ、本当に。いいね、やっぱりキングダムハーツって。あ、俺たちの写真が、違う、俺たちの、が。いやーこの4人で仲いいのいいよなー。シーソルトアイ作ったりよ。なんで後ろに2って書いてるんだろう。キングダムハーツ2だから。あの子の服装、ファッションセンスすごいよな。ノムリッシュ感すごいよな。どこだ、ここ。お、誰？そっちは？13機関目、ここを見つけたようだ。しかしノバディはなぜ写真を盗んだんだ。どちらも単なるデータだ。奴らには区別できなかったのだろう。さあ、あまり時間がないぞ。波目を急がせるか。この時点で結構察することはできますよね。なんかまあチームメモリーズやってる人だったら、まあディズがいて、まあ修復率っていうのも波音を急がせるかっていうのもまあ結構察しがつくし、どこだよ、空が今ね、まあ眠りについていて、データ修復率、空の記憶の修復率が今 12% なんだろうなっていうのは分かるし、でもそうなってくると分からないのが、ディズの後ろにいたのはリクじゃなくて、声的にはこれアンセムじゃないかってなっちゃうんだよね。
キーブレード。ということで2日目、もう初日終わったのか。いやー、なんかもう進ませたくないよな、これな。おお、キーブレードじゃん。俺たち、この夏休みは一度も海へ行ってない。青い海、青い空、電車に乗って海へ行こう。ダメ？なんだよ、お金あんまりないんだ。なこと任せろって。いよいよ明後日だな。決勝は俺たちで戦おうぜ。で、どっちが勝っても賞品は4人で分けるってのはどうだ？うん、いいな。2人ならやれるかもね。頑張ってね。約束だぞ。さて今日の話、海までの電車賃は1人900マニー、4人では3600マニー。お、いい計算が早いね。クモンか？クモン式か？まあそんぐらいやれっていう話。海でのお楽しみ用に1人300マニー4人では、1200マニー電車賃と合わせて4800マニーと。海といえば焼きそば。分かってるな。いいよね焼きそば。縁日の屋台の焼きそばもいいけど、海の家の焼きそばも最高だ。分かってる。海といえばスイカだろ。高すぎる。1個2000マニーだぞ。リアルだな。リアルな値段しやがるな、スイカ。ということでお金を稼ごうっていう話だ。全部で4800マニー必要。でも私たちの出資金は、僕は800マニー、650、1450、1600、つまりあと3200マニーやればいい。よかった、俺も計算そんなに遅くなかったよ。というわけでバイトを探してマニーを稼ごうということで、目標1人800マニーバイトしまーすっていう日だね。あ、これさ、コマンドデザイン変えられたんだっけ、これ。キングダムハーツとキングダムハーツ2で。コマンドウィンドウのデザインをオーソドックスタイプに固定するキングダムハーツ。おー、すげえ。なるほどね。そう、これなのよね。で、ワールドごとに変化するキングダムハーツ。やっぱこれがいいよな。凝ってるなって感じるわ。ということで、バイトしていきます。さあということで800稼いだので、
これかっけえわー、ヒールフリップ。スラム確かできたような気がすんな。少し器用になった AP プラス1。あ、そうなんだ。もっとやればよかったかな。AP はどんどん稼ぎたいぞ。こんだけ。頑張ったな、ロクサス。実はね、みんな頑張ったから最初のお金と合わせて、なんと、すでに5000万人あります。よし！切符買いに行こう。いつまでも一緒にはいられない。思い出たくさん作っとかないとな。え？好きあり！手作りの袋みんなで稼いだ5000マニーが入っています。最初5000マニースタートってなかなかでかいよね。お、あ、つあ、ロクサス、あと3分。わかった。少年少女4枚。ロクサス、お金。あれ？ない。あ？盗まれた。どこ行くの？俺さっき転んだだろ。あの時に盗まれたんだ。きっとあいつが犯人だ。あいつ？まだ毒は行ってないはず。お前何の話をしてるんだ？誰もいなかったぞ。え？でも、え？あれ？ああ、誰もいなかった。溶けちゃうよ。ごめんな。もう気にすんなって。でもわけわかんないよね。不思議。そうだな。空を感じているか。空を感じているか。回復率 28%。 ナミネ、急げよ。海を作るのは簡単なんだろう。敵の侵入経路を増やすだけだ。これはどうする？ふん、シーソルトアイスでも食べるか。あの町のものは現実世界に持ち込むな。それは消去しておけ。持ち込むなとか現実世界とか消去とかね、大体察しちゃうよね、その言葉でね。旅を盗むのなら分かっているはずだ。異なる世界に属する者は互いに干渉してはならない。お、ナミネ、そう、これこの中にね、空が眠ってるんですよ。チェーンオブメモリーズの最終話。君は誰？13階ですね、忘却の城の。ちょっと成長してる。すげえ美人になってるよ、ナミネ。ザ・サード・デイ、なんかそういうスクエニのゲームあった気がする。サード・バースデーか、あれは。ということで3日目ですね。
やけに全員集合。我々は今日こそ海へ行くのだ。マニーのことはノープロブレム。はいね、マニーのことはノープロブレムってな。ルー大芝みたいになっちゃってる。マニーはちゃんと正式名称なんですけどね。よ、おはよう。お、え、こんにちは、ロクサス。うん、君はどうしても会っておきたかったの。俺に？そう、君に。オレットの買い物に付き合わされてるんだ。ロクサスも一緒にどう？それより今のはごまかしてるし。まあいいでしょう。それじゃあロクサス、後でね。あ、おう。幽霊屋敷へ行ったのかな。そうか、あれ幽霊屋敷って言ってたっけ。あれ、ナミネのいるあそこね。おうおお、またよ。もう名前出てるから言っちゃいますけど、うん、ノーバディ。離せ。ハートレスに加えて今回はノーバディという敵が新たにやってくるんですけど、これノーバディってすごいいいデザインだよな。なんだチキン野郎。何やつ。なんだかわからねえが激しく気に入らないぜ。適当なの使え。お、またストラグルバトルよ。まあでもノーバディにはね、謎の敵と戦い攻撃は当たらないんですよ。サイファーと風神雷神頑張って戦ってるけど、まだこれも、だからこれ可愛いんだって。ノーバディがなんだっけ、これノーバディの名前なんつったっけ。タスクだっけ、確かタスクかなんか言うんだよな。いて、風神のあの構えは、もともと風神はなんか手裏剣みたいのをね武器にして戦っているキャラだったから、手裏剣を構えているような感じですけど、雷神もなんかさ棒みたいなやつをさ使って戦うキャラなんですけど、キングダムハーツ2の風神雷神は武器持ってないよね。2人とも素手だよね。まあ雷神は素手でもなんとかなりそうだけど、風神はなかなかじゃないか。で、まだですか。そうか、攻撃当てなきゃいけなかったわ。ロクサス、キーブレードを使って。ここもいつものあれじゃん、なんだっけ、ダイブトゥーハートだっけ。あ、出た出た、あ、そっか、ここか、ここで変わるのか。いつものやつよ。なんだっけ、やっぱり魔力を選んだ方がいいんだっけ。まあでもどっちも、あんまり今回ステータスが変動するぐらいだったような気がするけど、まあやっぱり僕は王道行く魔力ですかね。賢さが大事かな。もうこれからの社会生き抜くには頭が大事なのよ。頭が大事なんですよ。力こそパワー。力だけではちょっと生きていかないんですよ、これ。まあでも身を守ることもね、大事なんですけれども。ということで、じゃあ、やっぱり俺は王道を行く。賢さで偏差値上げていくわ。不思議な力を手に入れた。まあ多分魔法の威力が上がるとかそういう感じかな。意外とこのキングダムハーツシリーズって魔法めちゃめちゃ使うよね。少なくとも2まではそうだったから、魔法重視でちょっと行きたいなーとも思いますよ。エアリカバリー、おお、
ロクサスコアビリティを覚えたキャンプメニューで装備できる。重要なバトルをクリアするとレベルアップし、能力が上がったり新しい技を覚えたりする。敵を倒すと経験値がもらえ、経験値が貯まるとレベルアップすると。敵が手強く感じた時はレベルアップしてロクサスを成長させるのもいいでしょう。エアリカバリーってなんだっけ、なんか空中で攻撃食らった時にバツボタンで立て直せるみたいな、復帰を早めるみたいな、なんかそんな感じのアビリティだった気がするわ。そうだ、エアリカバリー。吹き飛ばされた時に×ボタンで素早く体勢を立て直せるということで、これつけて、あ、ウェポンアビリティとかあったか。ピンチの時に受けるダメージを半分にする。これはキングダムチェーンのアビリティですね。普通にロクサスがレベル上がって覚えるアビリティと、武器自体についているアビリティっていうのがあるんだね。なるほどね。そんなんだったような気がするよ。懐かしいね。最強さんノーバディバージョンじゃねえかよ。リアクションコマンドをうまく使って謎の敵を倒せ。これがボスってことだね。なんだっけ、リアクションコマンドをうまく使う。おお、エッチ、ちょっとなんかなんかちょっとエッチ。一回見てからのキーカウンター。なるほど、リアクションコマンドいいよな、これ。ムーンサルト。で、今ってことか。このなんかリアクションコマンド、まあ、いわゆるなんか QTE みたいなバトルなんですけど、作業感感じさせないからいいよな。簡単にスタイリッシュなバトルができるみたいな感じだから。俺この感じのバトルすげえ好きなんだよね。お、リフレクトカード来た。もう来たっけ。これは美味しい。ワンダルちょっと遅かったからな。ワンよりさらにスタイリッシュになっているリフレクトカードさんですよ。私の名前はナミネ。ロクサス、本当の名前は覚えてる？何をする気だ、ナミネ。でもこのままだとロクサスは。本当のことなど知らない方がいい。あ、お金返せよ。サイファー、ポーズだもんよ。こうか。最高だもんよ。もう一枚だもんよ。何してるんだよ。記念。あの白いやつら消えちまってもんよ。楽勝。あいつら何だったんだ。こっちが聞きたいぜ。ま、誰だっていいけどな。
礼儀を知らないよそ者は俺が制裁してやる。町の安全はサイファーに任せるでもんや。待てよ。おい、明日の大会逃げるなよ。約束だもんよ。サイファーたちと遊んでたの？いや、そういうわけじゃなくて。そうそう、海どうだった？行ったんだよな。行かなかった。4人じゃないと、ね。ごめん。なあ、明日こそ海へ行かないか。焼きそば食べたいだろ。明日は約束がある。そうか。あ、決勝は俺たちで戦おうぜ。で、どっちが勝っても商品は4人で分けるってのはどうだ？うん、いいな。二人ならやれるかもね。頑張ってね。約束だぞ。俺、帰るわ。あのナミネもデータなのか？いや、ナミネがデータを乗っ取ってしまったらしい。すでに私のコントロールを離れている。勝手な真似を。落ち着いてくれ。まあよい、ナミネが役目さえ果たしてくれるならな。ロクサスなどどうなろうと構うものか。